初めてのチュー、君とチュー。ブーレイ。こういう感じですね。3、謎のガラスからの私。はい、どうも皆さん、マグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうかね。ちょうどいいタイミングでワンって言ってくれました。ワンさん、ありがとうございます。これドズルさんの色だと思うんだけどね。マグクラの復活ありがとうございます。でも勝つ世界もやりたいし、最もやりたいんです。よろしくお願いいたします。前回勝つ世界こんな感じでございまして、ここのワールドはこのメンバーで更新しております。入連部員脱却のために頑張っております。ウラクラもやったんで、その辺の報告聞いてね。やってまいります。ショート、裏でね、やはり私、アイアン大隊を目標としておりますので、鉄を取っておりました。今回はそこまでね、取れてなかったんですけれども、なんとですね、皆さん、直接お願いしたわけじゃないんだけど、欲しいな、欲しいな、欲しいなって言ってたらですね、伝わったんですね、思いが。お納めください。うわ、これはどなたでしょうか。名前も書いていかないところを見ると、おそらく、カズクラさんではないかと思っているのだ。とにかくありがとう。役ね、選挙数。そしてもう一つ、なんとほら、ここに。スリーファームの裏手にお裾分け置いておきました。バイメン、やっぱ名前書いた方がいいな。名前書かないシステムはお前が始めたんだろってことなんですけれども、ほら謎の機械がこうカチ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 鳴ってんですよ。これ何なのと。いやいや、ゴーレムやないかいね、ゴーレムやないかい言うて、こうするとわーい、鉄が降ってくる。ゴーレムだー、わーい、鉄が降ってくる。うわー、最高最高。めっちゃ降ってくる。鉄の雨だわこれ。いつまで続くんだろうなこれ。結構ほら、もう結構降ってきてるけど、これすごいよこれ。ちょっと最後まで待とう。あ、なるほど。お、1個詰まってっかな、もしかして。あ、どっかこっち飛んでてた。ピョン、はい、ありがとうございました。これはもうメンさん、ありがとうございます。ありがたく頂戴して。よし、じゃあ合計の数でも拝みに行こうか。アイアンタイタイへの道が開かれてきているぞ。何気ない視聴者さんの一言から始まったアイアンタイタイプロジェクト、見てください。ラージチェストいっぱい溜まりました。そして、今そこで焼いているのが、こう、こうで1列あって、こうなって、こうなってるから、1列半ぐらいかな。1列半、ここぐらいまで多分溜まってるので、ここが目標ですか、皆さん。見てください。ここ。エメラルドブロックの位置まで鉄が溜まれば、おそらく、アイアン大隊、私が思い描いているアイアン大隊を作ることができると思いますので、よろしくお願いいたします。お裾分け、鉄の皆さん、鉄くださった皆さん、ありがとうございます。登録では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 、こっから今日はですね、みんないろいろしてくれんじゃん。で、みんなに最近いたずらしてんじゃん。で、いたずらしてないところがある帰宅部、島ですね。帰宅部島とドズボン島なんですけども、今回メンさんいただいてますし、この間、タイタイもすんげえ鉄持ってきてくれたし、つーか、まあタイタイの島にいたずらしたばっかなんだけど、まあ本物のいたずらですね。みんながやってんのはいたずらなんだけど、僕がやってんのは本物のいたずらです。その本物のいたずらを、帰宅部島に今日は仕込んでいきたいと思います。シルクタッチが欲しくってですね、ブランチマイニングなんかしてると、ブランチマイニングっていうか鉱石集めなんかしてると、シルクタッチがないといけないパターンと、シルクタッチ以外、まあ幸運がないといけないパターンって絶対出てくるんだけど、シルクタッチがついたやっぱりツルハシって持っといた方がいいんじゃないかってことでありました。はい、ありました。さあ、帰宅部と、じゃあ見に行こう。まず見に行こう。レッツゴー。はい、やってまいりました、帰宅部アイラン。こう見るとドズボンさんとめちゃくちゃ近いね。もはや同じ島なんじゃないかと思われるぐらい。さあ、ご覧いただきましょう。この帰宅部島はですね、すでに、水位がすごく上がっておりますね。前代未聞です。マイクラ界前代未聞です。こんなことありません。水位、水面が87まで上がってきてるということで、とんでもない島なんだけども、で、周りにですね、あちらはエンドをモチーフにしているのでしょう。はい。で、ここはメサをモチーフにして、あそこは氷をモチーフに、そしてあそこはネザーをモチーフにしているのでしょう。砂が混じってますけど、あそこをやった犯人の、まあ、一味、犯人の一味がいるんです。そこの一人なんですけどね。四つ角に何やらモコモコとしているものが存在しているんですね。はい。そして、なんと、よいしょ。ご覧ください。中空洞になってんのよ。なので、ここに私を作って、気づかれないように、私という存在をですね、知らしめておこうかというのが、今回の私が考えていることでございます。さあ、そして、それに使うための材料は用意してあります。こちら。スラカバの木材。これは、帰宅部からいただいた貴重な資材でございます。そして、ネザーレンガ。
そして読もう。これで多分4つ作れると思うんだけど、作っていきたいと思います。よっせい。ちょっとやっぱりあの存在を示しておきたいというのもあるから、こういう感じですね。3黒黒ね、1、2、やばいなこれやばい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 、もう1マスこっちにも伸ばさざるを得なくなりました。はっはっはっ、あはっせっ、あーしゃしゃ、さっ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 さ、あーここがちょうど間違えて置いたとこがちょうど目の黒目のとこ、まだまだだな。自分の顔も即興で作れないようじゃまだまだだぜ。チュ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 、もうこれあと上全部黒か。ではこっちから見てみるか。ちょっとチラッと、ちょっとチラッとこんちゃーっつって、チラッとこんちゃーっつって、なんだろうなあれぐらいからのスタートだと思うので、モンスターがいるためなんだと、まあ、声はするけど。おやす。さあ、続きまして、メサゾーンは、終わりましたので、ちょうどね、私、シルクタッチ持ってきました。この中、どうなってんだろう。空洞だな。ここから見える。じゃあ、ここにちょっと作らせていただきますね。ね？間違えた。まただ！まただ！でね、こっからですよ皆さん、あの工夫をしていきます。私はちゃんと考えております。気づいてほしいのか気づいてほしくないのかどっちなのっていうラインに攻めていくんで、やっぱりあのせっかく作ったのにね、気づかれないのも寂しいっていうのが本音だ。なんか浮いてた今魚、あ魚じゃねえ、ガラスですね。ここでね、少しガラスを持っていくことでですね、気づかれたいんですかっていうことになると思うんですよ。誰にも迷惑かけてないんだけど、なんかこう陰湿かつ自己顕示欲が今時の SNS の様相を表すかのような雰囲気でですね、進めていきたい。なんかだから、この辺のラインをですね、ガラスに変えていくんですね。少し。あ、気づいてほしいんですねって。じゃあもっとわかりやすく、やればよかったんじゃないですかっていう、作りにしていきたいと思ってるんですよ。職人所来た時にでうっすら見えるみたいな。はい、いいですね。はい、いいよ。こういうことです皆さん。これが、本物のいたずらということになるのでしょうか。あ、なんかここも陸地拡大してる。で次はですね、ここなんですけれども、ここもですね同じ仕組みを取っていきたいんですが、気づかれないのもやっぱり気づかれたい。いや、うっすらやっぱガラス作戦でこれも行きましょうかね。そう、埋まってないの知ってんだ、作ったんだから。それで隠れてしまうんですが、こういうことになりますね。うん、ちょっとはい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 こんにちは。あ、気づいた。これ気づく。今で3箇所作りましたね。ここなんか見てください。もうスカスカですので、中に作っちゃえばもうそれで OK。どこでもいいね。覗いてる感じがベストだということなので、ここからスタートして、うっすらやっぱり映ってる感じにしようよ。あれあれみたいな、あれ何これみたいな。はい、ということでね、ご覧いただいて、さあ、それではですね、めでていきましょう、ね、今日の誰も傷つかない本物のいたずらをご覧ください。まずはミサの下にある顔、そして、トリオの顔をこう過ぎていく反対側、さらにその下に何やら不思議なガラス、そこには私、そしてそこからまた対岸へ向かうは謎のガラスからの私、ネザーラックが踊ってる、そして次はこちら、
宅部島の四隅にある山々の中すべてに私私今日はお裾分けありません。前いっぱい渡したから許してね。ほな。